どうも、なにわです。というわけで今回はですね、エナジードリンクが有害になってしまう人の特徴、特にですね、エナジードリンクを飲むことによって、かえって不安とかストレスがうわーって増しちゃって、仕事がはかどらなくなったりとか、最悪はですね、鬱になってしまう。そういう人たちの特徴を今日はご紹介します。エナジードリンクって、はっきり言って、よくね、翼を授けるとかね、いろんなエナジードリンクありますけれども、結構有害なものが多いです。まあ、もっと言うと、日本人には特に有害な、影響を与えることが多いので、エナジードリンクは前からずーっとね、やばいよ、やばいよっていうふうにですね、やばいやばいよというふうに言っているんですが、このエナジードリンクが不安やストレスを増加させて、最悪の場合皆さん鬱にしてしまうかもしれないって、そんな研究が出てましたんで、今日はですね、それをご紹介しようかなと思います。で、僕のエナジードリンクはいつもこれですね。はい。今日もですね、飲み比べですね、リシブルの2017と2018、飲み比べていきたいというふうに、思います。はい。でね、一応ね、2018の方、この間17の方が美味しかったのかな、だったんですけど、やっぱボトルによって結構違うみたいで、今日は17の方が僕美味しい感じが。うん。してますけど、はい。若いんですけどね。リシブルはなんかお花畑みたいな感じの香りなんで。で、こういう香りとかはですね、結構リラックス効果とか集中力を発揮する効果があったりとかするんで、エナジードリンク飲みぐらいだったら、それこそミントとかラベンダーとかヒノキとか、ああいうリラックス、またはですね、人間の集中力とかを高めてくれる効果ある香りとかを使った方が、僕ははるかにエナジードリンクよりいいんじゃないかなと思うんですが、まあね、お酒もね、仕事前に飲むとちょっと問題あると思うんで、香りで戦うってのはありかもしれませんね。うん。ということで、今日やっていこうと思うんですけれども、やっぱ今日2017の方が美味しいな。はい。エナジードリンクですね。こちらの研究ですね、897人のですね、男女をですね、生まれた時からずーっと追跡するっていうですね、ちょっと面白い研究でして、で、この時に、生まれた時からずーっと追跡してるわけですよ。で、子供の頃からね、エナジードリンクを飲んで育つ子供はいないと思うんですが、この子たちが大きくなって、20歳とか22歳の、にですね、なった時に、全員にですね、アンケート調査を行いまして、エナジードリンクをですね、飲むことによって、どういうふうにメンタルとか気分に影響が出るかってことを調べたっていう、そういうですね、研究なんですね。はい。つまり、ちっちゃい頃からずっと追いかけていろんなデータを取っているですね、研究があって、その中で、エナジードリンクはどんな影響を与えるのかってことも調べてみましたっていう、そういう研究です。でですね、これ面白いことが分かりまして、なんとですね、普通に考えたら、エナジードリンクってエネルギーを与えてくれて、活力を与えてくれるわけだから、普通に考えたらエナジードリンクにもし効果があるんだったら、飲んでる人の方が何かで得してるはずじゃないですか。ところがね、逆だったんですよ。エナジードリンクをよく飲む人ほど、ストレスがでかいというですね、そういう研究結果になっちゃったんですね。エナジードリンクが大きい人ほど、ストレス、がですね、増えやすいと、まあ、ストレスが大きい可能性があるというところなんですよ。なかなかこれ、なんでって感じなんですが、まあ、もちろんね、疲れてる人ほどエナジードリンクを飲むっていう可能性もあるんですが、まあ、いずれにせよ、エナジードリンクを普段からよく飲んでる、あるいはちょっと飲まないとやってられないんだよね、みたいな方は、結構ちょっとやばいかもしれないよと。特にストレスの部分がね。っていうのがまず1個目のポイントでした。で、2つ目のポイントはですね、特に実はこのエナジードリンクのダメージがでかい、メンタル面のダメージがでかい人たちがいて、これ何かとですね、特に若い男性ほどエナジードリンクをですね、よく飲む人ほど、うつ病や不安感っていうのにですね、苛まれるリスクがですね、上がるよということが分かったんですよ。つまりですね、まとめると、エナジードリンクをたくさん飲む人って、実はストレスがでかくて、特に若い男性の場合は、エナジードリンクをよく飲む人ほど、不安感が増えやすい、不安とかパニックになっちゃったりとか、うわーどうしようみたいなになっちゃったりとか、あとはうつとかになったりとかして仕事休んだりとか仕事の効率がめちゃくちゃ下がるみたいな、そういうですね、傾向が見られたってことがこの研究では分かったんです。結構はっきりとした、データが出ていたんですよ。なかなかね、こう考えるとね、エナジードリンクってなんかいいことなんもないのと思うんですが、もちろんね、これ因果関係は分かりません、ね。さっき言った通り、ストレスとか不安感に悩まされやすい人、とか鬱になりやすい人がたまたまエナジードリンクをですね、求めてしまうっていう傾向があるのかもしれないんですが、ただ、この研究チームはですね、具体的にね、発言をしてまして、コメントではエナジードリンクの成分が不安、あとは抑うつ、まあ、もううつっぽい、うつ傾向ですね。とか、ストレスとか、そういった既存の症状を悪化させる可能性はあるよねってことを言ってるんです。つまり、普段からちょっと不安を感じやすい人とか、ちょっと鬱っぽくなりやすい人、気分のアップダウンが激しい人、強いストレスを受けている人が、エナジードリンクを飲むことによって、その症状がより悪化してしまう可能性があるよと。だから何のためのエナジーなんだってちょっとわからなくなるんですけど、だからエナジードリンクはある意味闇のドリンクで、不安とか、鬱傾向があるとか、ストレスが強い人が飲んでしまうと、かえってそれを加速してしまう傾向があるから、ちょっと気をつけた方がいいよというふうに研究者も言ってるわけなんですね。だから皆さんもね、エナジードリンクはね、ちょっと気をつけなくちゃいけないよね、というところでございます。はい。ぜひですね、参考にしてみてください。で、もし、
エナジードリンク飲まないとやっていけないんですと。ね。昼眠くなっちゃったりとかするし、仕事とかで頑張ったり集中しなくちゃいけない時もあるんですと。そういう場合はどうすればいいですかという方のために、今日はおすすめの、動画を、Dラボ動画を番組の概要の方に、まとめてあります。はい。わざわざね、エナジードリンクなんか買わなくても、もっと安くて、確実に皆さんの生産性を上げるための方法はいくらでもあるんですよ。だから、エナジードリンクを卒業して、違うものを使ってみましょうというのが今日のですね、おすすめです。今日ですね、3つのおすすめの動画ありますので、ご自分にですね、一番合ってるなと思うものから、ぜひ見てみてください。今日のおすすめ、一つ目の動画は、丸一日はかどるモーニング&ナイトルーティーンということで、これゼロからはかどるやる気の科学ってシリーズを、先月、Dラボでやったんですけれども、この中では、いわゆる本当にやる気がゼロの状態から、どうやってやる気を作るのか、あるいはやる気がゼロの状態でも仕事をね、始めるにはどうすればいいのかってことを解説したシリーズで、この中で実はやる気を高めてくれるための方法って、朝と夜で決まるんですよ。モーニングルーティーンとナイトルーティーンさえちゃんと作っとけば、間のね、部分の仕事ってのは全然はかどるんですよ。じゃあ、具体的に僕が使ってるものも含めて、いいモーニングルーティーン、いいナイトルーティーン、特にやる気を上げることに特化したモーニングルーティーンとナイトルーティーン何があるのってことをですね、紹介した動画になってますので、ぜひですね、番組の概要欄の方からチェックしてみてください。この D ラボ動画、今日はね、一応3つ紹介するんですけど、全部ね、無料で見れます。今20日間無料で、全動画見放題キャンペーンやってますので、ぜひですね、モーニングルーティーンとナイトルーティーンで1円もかけずにですね、自分の仕事のですね、モチベーションを上げるための方法を解説してますので、ぜひチェックしてみてください。これが1つ目。続いて二つ目ですね。二つ目のおすすめ動画は、知ると人生が180度変わる目標達成の5つの極意というテクニックです。で、そもそもですね、モチベーションが上がらない理由って、目標の設定が下手な人っていうのは、モチベーションが上がらないわけですね。まあ、当然ちゃ当然ですよね。だって、ね、目標のね、設定の仕方が下手だったら、そもそもどっから手をつけたらいいのかわからないっていう、やる気が上がる、上がらないとか、以前に、仕事に手をつけられない、やるべきことにですね、手をつけるところからできないって方は、この目標達成の極意を勉強した方がですね、手っ取り早いので、こちらもですね、番組の概要欄の方に、解説しておきますので、二つ目の動画ですね、ぜひチェックしてみてください。そして、今日三つ目のおすすめの動画が、じゃあエナジードリンクに変わるようなドリンクはあるのと、いうふうに思う方いらっしゃると思うんですよ。食べ物とかでこうね、とこサプリでも何でもいいけど、パクッと口に入れてやる気がみなぎるみたいなのもあるのかというところなんですが、これは結構ね、やる気を上げるとか集中力を上げるっていう点で言うんだったら、まあなんかね、ロイシンとかね、結構いろんなサプリとかもあったりするんですが、今日あえて食事代でいきます。というわけで3つ目のおすすめ動画は、脳と肌を若返らせて、精力まで、アップしてくれるですね、エナジーフードというのがあるんですね。スーパーフードですね。これ何かというと、チョコレートです。というわけでですね、今日3つ目のおすすめ動画は、肌と脳を若返らせて、精力までアップさせてくれる、チョコレートの科学という動画が今日3つ目のおすすめの動画です。チョコレートってね、皆さんが知らない、結構いろんな、効果がありまして、である条件を満たしたチョコレートは、でもチョコ食べるとカロリーがすごくて太るからっていう方はいるんですが、まずはエナジードリンクやよりは全然マシだし、チョコレートもカカオ分がそれこそ 80% とか 85% とかを超えるハイカカオなチョコレートの場合は、もちろんね、1キロとか食ったらダメですけど、程よく食べればですね、むしろ痩せるんじゃないって言われてるぐらい結構いろんな効果があったりとかするんですよ。ダイエット効果もあるんじゃないかって言われてるのがチョコレートなんで、このチョコのですね、使い方、正しい使い方をまとめた動画が3つ目の動画、チョコレートの科学になってますんで、ぜひこの3つの動画、チェックしてみてください。番組の概要欄から、今なら20日間無料で、見ていただけます。1日はかどるモーニング&ナイトルーティーン、そして知ると人生180度変わる目標達成の5つの極意、そして最後が肌と脳を若返らせ精力をアップさせるチョコレートの価格ということで、20日間無料キャンペーンやってますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみにね、おすすめのチョコレートはですね、今日普通に概要欄の方に入れておきます。僕のおすすめは 85% とか 80% オーバーのチョコがおすすめで、その中でもあんまり苦くないやつ、食べやすいやつを今日は紹介してます。一つ目がですね、これは大手メーカーですけど、リンツのエクセレンス 85% ってやつですね。このまあチョコレートなんか結構おすすめです。買いやすいものとしてはまあ多分一番買いやすくていいんじゃないかなと。でね、超おすすめなのがチョコラブっていうところの、チョコレートで、これね、アイハーブとかでしか買えないんですが、すごい安いんですよ。なんかね、3、400円ぐらいで買えるんです、板チョコ1個で。だからその辺に売ってるなんか日本の板チョコのですね、半額か3分の1ぐらいの金額しかしないんですけど、カカオが 88% 含まれていて、多分ね、おそらくあんまり強くね、カカオをローストしてないんです。だから苦味があんまり出なくて、 88% なのにパクパク食べれるみたいな、そういう結構美味しいチョコレートがあります。このチョコラブのエクストリームダークチョコレート、これが超おすすめです。で、いきなり88は怖いなって方は、一応チョコラブは本当は8割以上おすすめなんですけど、ストロングダークチョコレートって 70% のものも出してるので、苦いのがどうしてもダメって方は 70% も
から挑戦してみていいと思いますが、最終的には8割オーバー、85% とか 88% のチョコで落ち着いた方が、エナジーフードとしての効果は強いと思うんで、ぜひですね、まあ慣れも含めてね、だんだん慣れればね、別に普通に美味しく食べれますんで、しかもね、ロースターが強くないチョコを一応選んだつもりなので、苦味もそんな少ないと思うんで、ぜひですね、チョコラブのチョコレート、あるいは、まあリンツは、ね、すぐ買えるんで、まあ、リンツから試してもらってもいいし、最終的にはチョコラブ、88% でこんなに食べやすいチョコレートないと思うんで、ぜひ、iHerb ですが、チェックしてみてください。で、さらに不安とかね、メンタル対策で言ったら、やっぱりマインドフルネスが大事と。で、今この僕のですね、究極のマインドフルネスというこの本が、今 Amazon で一人一冊無料でオーディオブックとして聞きますので、この無料のオーディオブックのリンクも概要欄に入れておきます。こちらもぜひ合わせてチェックしてみてください。というわけで今日もありがとうございました。ぜひですね、番組の概要欄の方から、皆さんのですね、まあ、集中力というか、エナジーをですね、本当に作ってくれる、まあ、ほとんどね、エナジードリンクよりもはるかに安い金額で、ちゃんとね、害なく作ってくれる、まあ、エナジー習慣とエナジーフードとしてのチョコレートですね、概要欄の方にまとめてあります。ぜひですね、概要欄の方から D ラボ動画もチェックしてみてください。今なら20日間無料です。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。